さあ今回はですね、浪人を決めたあなたへというところでですね、まあ、僕自身も浪人をした経験があるので、まあ、それも踏まえてちょっとお話しはしたいなと思います、えー、以前ですね、えー、と昨年の5月ぐらいですかね、えー、浪人生の生活っていう動画を出していて、まあ、そちらの、ね、内容と一部重複する部分あると思うんですけど、まあ、あのまた5月ぐらいになったらねその動画見ていただければなと思うんですが今これ撮影してるのが3月の時点ですので、まあ、3月から4月にかけて予備校が始まるまでのこの時期にですねあの見る人がいるだろうな なんてことを想定してお話をしていきます。で、まずですね。1つあのもし今あなたがですね。浪人が、まあ。 するかしないかって悩んでる状況、まあ悩んでるってことは、おそらくまあ滑り止めの大学とかに受かってるっていう、そういう状況だと思うんですけれども。であるならば、あのまあ僕としてはね、もう早めにも大学行ってしまった方がいいかなとは思ってます。で、大学も早く行って、で、自分のやりたいことを勉強して、で、どんどん,どん先に進んでいくと。まあ正直ね、大人になればなるほど、学歴なんかどうでもよくなってきますので。あのー、特にね、こだわる必要はないのかなと思う部分はあります。一方で、僕は浪人をして、まあ僕が浪人をしてというよりも、その現役で受かんなかったので、一個も、まあ浪人。 るを得なかったんですけれども、あの浪人をして大学に行ってで大学に行ってからですねいろいろな仲間たちと出会った時にやっぱりねあの浪人してよかったなっていう部分はありました、えー。ただ浪人したら全員が全員受かるわけじゃないですし僕も毎年毎年ね、こう浪人生を教えてますけれども「あのこいつ何しに来とるんやろな予備校に」みたいな人はやっぱり一定数います。一定数いますで あのそもそもねあと1年勉強すれば受かるんじゃないのかっていうのは結構幻想であのできるようになる部分もあるけど忘れていく部分も結構ありますからね。 うん、だから現役の時よりもセンターの点数下がりましたっていうのも全然聞きますしあの浪人したけれどもあのいい結果が出なかったって人もやっぱりいるわけですよそれはもうどんな予備校に行ったってそうですでそこはやっぱりね自分自身が自分自身をきっちりと管理して自分のモチベーションもしっかりと維持しつつ毎日毎日コツコツと勉強するっていうこの作業だけは絶対に必要になってくるので浪人したら受かるんだっていうそういうね甘い考えではいてほしくないかなと思いますでやっぱりねこう浪人ってものすごく辛いんですよ、ね もねまあ、この話をするってなった時に、まあ、周りのスタッフとね浪人で何月ぐらいが辛かったみたいな話があったんですけれども僕は結構ねずっと辛かったです。あの浪人が決まった時期から浪人が終わる瞬間までもう正確には自分の第一志望校の大学の合格発表を聞くまで本当につらかったですね。本当に本当当ににかったです でまあ、これも別の動画で言ってますけどねいろいろ予備校の中でもあ予備校の中っていうか僕の環境でもいろいろあったりとかもして、まあ、なかなかですねあのこの1年っていうのはしんどかったなという思いはあります。 一方でですね、親に対する感謝の気持ちであったりとか、もう一個はやっぱりこう自分自身がこんなに成長できたっていうところで、本当にね、確固たる自信にはつながりましたあの。今の僕があるのもやっぱり浪人の1年間があったからだなとも思うし、でもあれだけ辛い思いをするんだったならば、あの1年なくてもよかったかななんていうことも実は思ったりとかします。なので、まずね、あの浪人をする人に意識してほしいのは、浪人をして何をしたいのか。まあ大学に行きたいと思うんだけど、本当に大学行きたいですか何のために大学行きます みんなが言ってるからね、なんとなくこう学歴ってものがあった方が有利そうだなと思ってるからですか。どうなんですかね。まずね、そこから考えた方がいいと思うんですよ。僕はよくこれあのー、ね、あのー、医学部クラスとかでよく言ったりとかするんですけれども、あなたがお医者さんになって本当にいいと思ってるっていうのを全員に言うわけね。ちょっと辛辣な言葉なんだけれども、結構ね流されて医学部って人結構いるんですよ。うん、なんか親がお医者さんだから医学部行きますとかさ、結構いるんですよ。 本当に医学部行きたいの。本当に医者になりたいの。医者になってどんなことしたいのっていうか聞くわけですよ。ね、まあ一つの職業として医者を選ぶっていうのは全然ね、あのー、いいことだとは思うんですけれども、果たしてね、それだけをモチベーションにやれるのかっていうとなかなか難しいところでもあると思うんだ。で、大学にね、あのいい大学にいたからって言って本当に一流企業で働けるのかってそうじゃないし、一流企業で働くことが本当に幸せかっていうのは別にそうでもないと、そうでもないこともあると思うんですよ。 だから自分たちの人生っていうのを考えていくときに本当にその大学に行く必要があるのか本当に浪人してまでやる必要があるのかっていうのは真剣に考えた方がいいです。真剣に考えた上でそれでもやっぱり私は内々大学だっていうふうに思うんだったならばそれはもう思いっきりねもう腹をくくって覚悟を決めてですねやっていってほしいなとは思うわけですよ。 いいですかだから一番最初の最初の底の部分スタート地点からやっぱり間違える人って結構いるのでねあの浪人生こうやって見てるともうほんとチャラ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 しとってさあの休み時間で、ね、ペチャペチャゃってとかしてる人いるわけですよ。ねその時間勉強しなくていいのかなって本当に思っちゃうの。だってその時間がなかったからあなた現役で落ちてんじゃないのってめっちゃ思うのね。 あのだからやっぱりねこう浪人をする以上はその覚悟を決めていった方がいいと思います。浪人生の生活っていう別の動画でもお話ししましたけれどもあの浪人生たるものですね24時間365日目が開いてる間ずっと勉強するぐらいの覚悟を持たないと浪人したって受かんないですよ。 いいですか。なのでそれぐらい厳しいものだっていうのを踏まえた上でですね浪人するかどうかは決めていった方がいいのかなと思います。はい、でまあそんなねあの人たちに対して、まあ、せっかくですね予備校の選び方っていうのも伝えておくと予備校はねあの自分でまず足を運んで体験授業とかを受けて決めていけばいいと思います。まあ、僕はね河合塾の先生なので河合をどん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 宣伝するべきなのかもしれないですけれどもあの、まあ、別にねあの 可愛いがう人もいればね、あの他の予備校が合う人もいるだろうし、そこはもう自由だと思いますので、えー、自分自身でね、好きな予備校いろいろ気になるところ行ってみて、あの体験授業を受けてみるのが一番いいんじゃないのかなと思います。はい。で、えー、っと、まあ、浪人、あこれがね、あの3月ぐらいっていうのを見てのを想定して、まあ、浪人生の授業が始まるのが大体ね、4月の2週目ぐらいなんですよ。結構ね、時間が空くんですね。で、まあ、約、今この動画を撮ってる時期から考えると、大い1ヶ月ぐらいあったりとかするんですよ。で、その間にやっぱりやっといた方がいいことっていくつかあって、数学にあるな だからば基本的なね、えー、と定理とか定義とか、えーまあ、定義はいや定理とか公式とかっていうものの証明とかですねこういうのやっていってほしいなと思うの、ね、あの皆さんの手元にあるその学校の教科書ってね結構よくできてるんですよ。 なのでその教科書に載ってる内容っていうのは全部頭の中に完璧に入れて予備校に行くぐらいはした方がいいと思いますよ。とかやっぱり語彙力が足りない人これ英語の話ね英語で語彙力が足りない人っていうのは今の時期で、ね、もう単語帳丸々一冊を覚えていくんだぐらいのそれぐらいの覚悟がないとねあの浪人生に浪人したからって言って受かんないですよ本当に本当に受かんないですよ。 ね、とりあえずも予備校が始まるまで1か月ぐらいあるから体験授業ちょこ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 受けとい,受けといて今はちょっと羽を伸ばそうみたいな感じで考えたたら絶対後悔するからねだってさ例えば国立ダメだった人とかねセンター1週間前どう思ってましたあとあともう1週間あったらとかあと1か月あったらとかって思いませんでしたその1か月が今そこにあるんですよ今目の前にそりゃ取りに行かないかんでしょうそりゃ勉強しないとねまた同じ後悔するから いいですかだから今ねもしも,も浪人を決めるとやるんだっていうふうに覚悟を決めたんだったならばさっきも言いましたけれどもねもう本当にね全部の時間を勉強に注ぎ込むぐらいの覚悟を持って、えー、浪人を浪浪人を迎えるっておかしいな、えー、浪人生活を、えー、進めていってほしいのかなと思いますこの浪人の経験っていうのをプラスにするのか、えー、何も意味がなかったにするのかは皆さん次第じゃないですか未来のことは自分で変えられるわけですよだから浪人生活もう浪人するんだとならばこの浪人が意味のあるものだったんだっていうふうに 思えるように未来を変えていきましょう、ね、そういう風な思考でこの1年っていうのを過ごして1年で一発で決めていってほしいなと思います、まあ、もしね浪人生の方でですね僕と予備校で会う場合は同じことをもう一回言いますのでその覚悟を持っていらっしゃってほしいなと思います。